7レースは1番岐阜小坂智子、2番東京飯田義野、3番高知山原さくら、4番新潟田中真由美、5番熊本中川良子、6番茨城荒川光、7番千葉箕田真理。以上の7選手によりまして、第7レース L 級ガーズ予選1、2つ目が行います。7レース発走時刻を迎えました富山競輪場、33バンク。第7レース L 級ガールズ予選1、人気は3番山原が集めています。全数上位、3番山原さくらが人気の中心。誘導員がバックスへ違うスタート、3コーナーをカーブしていきます。開催初日の競争7レース、構えてのゴールがかかりました。各選手前傾姿勢、誘導員は4コーナーから直線コース。第7レース、まもなく発走です。号砲が鳴ってスタートしました。第7レース、L 級ガーズ予選1、2つ目。まずは内から1番、小坂智子が誘導に寄っていきます。2番手、5番、中川良子。2番、飯田義の3番手。4番手に、7番の美濃だまり。3番、山原さくら5番手。6番手に、4番、田中真由美。最高峰、6番、荒川光が追っていきます。周回1周目のバックスウェッジ。誘導との1番、小坂智子。後枠生かしていきたいところ、ここは成功法に構えました。後位2番手に5番中川良子。富山は過去3回いずれも決勝進出、9走すべて3着以内と好相性です。積極的にいきたいところ、後位2番手、現在3番手2番飯田義野。さあここは今年初勝利狙っての競争となっています。2走前の前橋で勝利上げているので2勝目となるか。ここは現在3番手位置です。中段位置4番手に7番の美濃だまり、主導権奪っていけるのか。中段位置です。この後ろ5番手に3番山原さくら、バック2桁ございます。先行勝負となっていくのか。点数上位人気の中心、この後ろ4番田中真由美は6番手、一度にこだわっていきたいところ。現在6番手、最高峰には6番の荒川光、どんな作戦で挑んでいくのか。7番手でレースを進めています。周回青番の1コーナー、誘導の後ろ1番小坂智子、成功後に構えています。後位2番手に5番中川良子、3番手は2番の飯田義野、中段位置4番手に7番美濃だまり、この後ろ5番手に3番山原さくら、このように人気を集めています。後ろ6番手に4番田中真由美、最高峰は6番荒川光となりました。まずは6番荒川光がレースを動かしていくんでしょうか。最高峰7番手、ホームに戻って左手赤番、残り2周、隊列まで動きがありません。1番小坂智子が前で待つ形、候補警戒していきます。集団4番手やや車間を開けた7番美濃だまり、後ろに3番山原さくら、7番美濃だまりが上昇、金を聞いて前を抑えていく7番美濃だまり、乗って上がっていったのは3番山原さくら、2番手すっぽり収まっていきます。1番小坂智子3番手直線コース最終周回、さあ2番手から3番山原さくらが発進、前段捉えていきます。この後ろ1番小坂智子追走2番手、5番の中川良子3番手バックスウェッジ、さあ主導権取り3番山原さくら、2番手に1番小坂智子、5番中川良子3番手、変わらず4コーナーから直線コース、3番山原さくら先頭追っていく、1番小坂智子3番山原さくら先頭折り、3番1番3着5番2番接戦。第7レース L 級ガーズ予選1、7番美濃田のここは上昇を見て3番山原さくら2番手から最後は主導権取っていきました。先導になっています。分かりましょう。動いた7番美濃田に乗って2番手からホーム1周がけ、堂々押し切りました。3番山原さくら人気に応えています。この後ろうまく走っていたのは1番小坂智子でした。3番1番3着争いどうか、5番中川良子が優勢か、人気に応えて3番山原さくら、2着1番小坂智子、3番1番3着5番中川良子とお伝えしておきましょう。決定予想がございますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。以上、第7レースでした。
7レースをご覧いただきました。3番の山原選手が人気に応えたようです。いかがでした？そうですね、盤石なレースというかね、番手にはまってももうすぐね、そこから出ていくような感じでね、もうしっかりと勝ちに徹したレースでしたね。はい、うん、しっかりと一周押し切った感じに見えますね。そうですね、流れが、はい、結構ね、前に行った水戸選手がね、先行しに行ったのについていって、はい、そこからまた出ていくような感じになりましたね。はい、うん、2着体制、1番の小坂選手でしょうか。そうですね、やっぱり前取って前々に行った選手が有利になってきますよね、こうなってくるとね、はい、そうですね、うん、3、1、5と回ってどうやらそのままな形でしたか、はい、注目もしていただいていた6番の荒川選手ですが、最後方でした。そうですね、ちょっと後方すぎましたよね、はい、前に来たかったんですけども、もうスピードがかかってましたからね、もうね。決定。1着3番、2着1番、3着5番。富山競輪第7レースの払い戻し金をお知らせいたします。2社服1番3番380円、2車単3番1番530円、3連複1番3番5番270円、3連単3番1番5番1250円、ワイド1番3番200円、3番5番100円、1番5番240円、以上でございます。7レースの払い戻し金は後ほどお伝えいたします。8レースの選手紹介が始まりました。8レース A 級特予選、1番広島鈴光博彦選手から9選手で争われます。並びを見ていきます。短期の選手が多くなりそうな8レースですよね。そうですよね、ここはね、はい、はい、中部が分かれるようですし、福岡も分かれますね、そうですね、はい、ラインは2つできますか。はい、はい、まずは274ですね、2番の奥平、7番の奥出、4番の香川、これは近畿ラインですね、はい、はい、近畿は3人結束して、ね、そして、9番の田中、1番の鈴光、3番の丸林で、これは中国ラインに福岡の丸林がついそうですね、はい、そして、8番の岡田愛知は短期、6番の森山福岡も短期なんですけど、今、ちょっと追走みたいな感じですかね、はい、あとは5番の向井も岐阜も短期ですね、はい、中部は分かれてそれぞれ短期、そして福岡6番森山選手も一人ですね。そうですね、はい、はい、8レース選手紹介でした。7レースの決定をお伝えします。ガールズ予選1、1着3番山原さくら、2着1番小坂智子、3着5番中川涼子、払い戻し金2車単3番1番530円、3連単3番1番5番1250円、